はい、どうもすいません、ジョブチ TV です。今回はですね、こちらウィニングイレブン2018の、公式のホームページになるんですけれども、ヨーロッパラウンドライブ配信視聴キャンペーンということで、メンテ押せよ。はい、ちょっと今メンテナンスでね、アプリ入れない、人、まあ、みんな入れないんですけれども、なんとね、こちら、まあ、ヨーロッパラウンドということで、こちらですね、ヨーロッパラウンド開催に伴いライブ配信視聴キャンペーンを開催すると。ちなみにね、これね、なんだかよく分かってない人多分いっぱいいると思うんですけど、はい、これちょっともう一回戻ってもらって、このヨーロッパラウンドライブ配信視聴キャンペーンっていうのはどういうことかというと、はい、まあ、ウィニングイレブンの PS4 の、うん、世界大会がありまして、そこのヨーロッパラウンドの大会を、はい、Twitch と YouTube で、ね、まあ、大体配信してるんですけど、うん、その Twitch 前回はね、確か結構 Twitch とかが良かったんだけど、今回は、まあ、YouTube とか、うん、そのライブを見れば、 その何人ライブ何人 見られてますみたいなので、はい、報酬がもらえるみたいな、はい、でそれがアプリの人とかでも、うん、結構もらえる、はい、っていうのがあるので、PSO の人ももちろんね、見ればもらえるんですけど、アプリの人ももらえるんで、まあ、これぜひとも参加してみましょうということで、はい、合計視聴者数なんで、はい、まあ、1回出て、1回見て、もう1回なんか別の動画見て、もう1回見ると2になる。おい、まあ、こうどんどん今加算していくんで、結構ね、達成はできると思うんですけど、はい、まあ、まず1000人いったら、1万 GB。で、1万人いったら、2万 GB。3万人いったら3万、5万人いったら4万。10万人いったら5万 GP ですよ。いや、うまうまじゃん。だから、まあ、みんなで頑張って出たり入ったり、ね、出たり出たり入ったりあんまりしない方がいいけど、まあ、それこそね、あのアプリの人でも PSO のウィニングイレブンなんで、はい、結構見やすいと思いますし、ね、まあ、PSO の方が結構映像もリアルで綺麗なんで、ね、まあ、なんか全然見れちゃうと思うんですけど、はい、一応ここに対象プラットフォームが書いてありますね。家庭用で PSO と PS3、はい、XBOX、あとは PC、あとはモバイル版、うん、iOS、Android。この前のね、前回ナンポカメガラウンドはね、Android しかなかったんだよね。うん、なんかね、iOS は、ね、弾かれてね、よくわかんない。なんでだろうね。感じだったんですけど、はい、で、アイテム配布ですね。はい、一応、5月の16日。書いてあるね。だから日時はでも17になっちゃうのかな。そういうことになる。はい、みたいな感じで受け取れるよ、みたいな。はい、まあ、チュートリアルを一応収容しとかないと、ダメですよ、ね、みたいな感じなんですけど。あ、モバイル版は16、ね、もうモバイル版もあれだね、同じだね。あ、1日早いのかな、モバイル版の方が。はい、うん、っていう感じで、はい、このね、GP がもらえちゃうんで、はい、まあ5万 GP 結構でかいからね。いや、でかいよ5万 GP は。どうせだったらちょっと暇な時に、うん、ちょろくちょこちょこみたいな。で、これのね、ライブしてるのは大体コナミの、そうだね、コナミの公式 の YouTube チャンネルとか、まあ、Twitch の方とかもあるけど、 Twitch 別に使ってないんで自分が、まあ、YouTube の方でね結構見てると思います。今回ね、日本の選手の中からだとソフィアさんが、はい、入ってる、まあ、PSO でかなり有名な人が入ってて、うん、まあ、前回ね前川さんとか、出てましたけど、まあ、日本の選手もね、うん、出ます。あとはコープで、チーム、組んでる人も2チームぐらいね、日本の方も、はい、出るのでね、まあ、皆さんそこら辺応援して、まあやっぱヨーロッパラウンドなんで、ね、うん、まあ、言えばアウェー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 っちゃアウェー。この前のね2個前ぐらいのアジアラウンドは、はい、やっぱ日本でやってたから ね、それなりにあったけど、はい、まあ、またね、日本人頑張ってほしいと、はい、応援しましょう、ということで、これを見ながらね、まあ、5万 GP までゲットしましょうと、はい、そうですね、いった感じで。いつやるのかな、これ5月5日ですね、ちなみに子どもの日ですね。そうですね、はい、子どもの日に、あ、放送スケジュール子どもの日5時から。そうだね、17時からですね。はい、子どもの日の5時からノックアウトステージはだいぶ経つ。これもう12時超えます。いや、てか昼のってこと。いや、00時ってことはおそらくだけど、多分このまま続けて日にちまたいた、要はだから5月5日のまタイで正解になるんですね、多分ね、おそらく。そうですね、だからちょっとね、眠いんですけど最初の部分でもう出たり入ったりのレナですね。レナ出たり入ったり出たり入レナしまくって、まあでも、結構ね、この前のアジアラウンドを見てて、まあもちろんアメリカラウンドとか見てたけど、かなり面白い、うん、普通に PSO やってる人はもちろん楽しめますし、はい、アプリやってる方も、うん、あ、PSO だとこんな動きなんだみたいなのが分かると思うんでね、ぜひぜひ、まあ、GP ももらえますし、ちょっと見てみましょう。まあ、今回ね、
ちょっとメンテ後、はい、メンテ遅すぎるんで、ね、メンテ明けがしないんでちょっと動画撮れねえやということでね、はい、まあ、このヨーロッパラウンドライブ配信視聴キャンペーン、はい、みんなでまた頑張って、そう、10万視聴者いったらいいのかな。そうだね、10万いけば5万もらえるね。5万 GT ゲットしましょう、ここ、はい、無料でね、5万 GT ゲットしましょう、で日本人応援してね、うん、はい、ということでまず行きましょう。さよバー。